半世紀北も働きたくないピラヤンです。おはようございます。8月14日の朝7時半です。はい、今日もよろしくお願いします。川西の瀬口駅の方来てます。今日はねお盆休みなんですけど、世間ではお盆休みですが、僕はちょっとタイミーで取った短期バイトにこれから行ってきます。はい、お盆も働いてます。今日はね台風が来ててね、ちょっと天気の方も曇り空なんで、まあ雨降ってないんですけどね、ちょっと天気悪いんですけど、まあちょっとその分寒さじゃねえよ、暑さね、暑さ和らいでんで、まあ過ごしやすいかなという感じです。では行ってきます。バイトから、戻ってきました。さあね帰ります。なんか雨降ってきました。なんかほんでは今日はねちょっと重いもん持ったんでね、腰がちょっと痛くなりましたね。帰ってゆっくり休みます。今日の晩ご飯ですね、スーパーで買ってきたこれは、チキンステーキジャンバラヤっちゅうやつです。はい、なんかチキンステーキ乗ってて、でこれは、ケチャップライスかな、ケチャップじゃないかな、あとなんか野菜とかついてるやつ、ね、じゃあいただきます。ジャンバラヤで、どこの国のやつやな。で野菜もいただきます。ケチャップライスじゃないかな、なんやろ。今日バイト行ったんですけど、倉庫のバイトなんですけど、今日ちょっとね重い荷物を、重いって言ってもそんな大したことないと思うんですけどね、まあ結構長い時間やらされてちょっと腰が痛いっすね。腰が痛い。それでは今日はねちょっとビール買ってきたんで、これねドイツの何やったっけ、バルシュタイナーってやつですが、クラフトビール買ってきたんでこれいただきやす。じゃあお疲れ様でした。苦みっていう苦いって感じ。いつも飲んでるスーパードライの苦みがあるって感じですかね。結構これ、何分やったっけな、330ml で、379円しました。やっぱ お高い味ですな。それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピュレンでした。ではまた。